墓地の立ち位置を捨てると墓地と手札から特殊召喚できるって感じです。じゃあベルグランドでアタック。じゃあフォートレスでダイレクト。ゴシス出てみます。OK です。エンドです。できない。1回目ドローできないが終わったから、あともう1回ドローできないんで。スピリットモンスターってます。スピリットモンスター？スピリットモンスターってスピリットって書いてある。ドローできないんですよ。それヤタガラス。ヤタガラス。1枚ドローで。スピリットを使ってるときはスピリット出して強制手に送ってっていう使い方あるけどね、自分が使ってるときに、これはちょっと手札見えたんだけど、それ使っていいカードだけど、やめとくんだね、この間見えちゃったけど、使うとこいつらはリリースできるけどね。あ、そっか、だけど3000くるわけだよね。あ、いいっすよ、3000くる。これリリースして、これがこの場に召喚される。俺のターンでドローして、スタンバイフェーズで1000ダメージ受けるんだね、俺はな。で、攻撃表示に変更して、で、また機械でレベル8を捨てて、フォートレスなし。で、3000でアタック。ポポン捨てて、2000受けて。うん、2000受けて、何するかって。相手の、ゼロにします。2000入る。あ、受けるダメージがゼロになる。はい。OK です。じゃあ、セットしてエンドです。ドローできない。そうだね、ラストだね、次からドローできるね。じゃあ2体って生ドローエンドする、ドローいきます。じゃあ線受けて、ママはゴレム攻撃表示、じゃあブラックバースト、これ1500以下の闇属性を手札に取る、また加えて、じゃあこれ機械なので機械をレベル8につけて、さあ、終わったかな。3000受けて、まだ終わらない。500残り、3000受けて、3000、残り3000だったね。で、アタックしてリミッター解除で5000。ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと